では今回は、並列計算の方法について説明します。並列計算は経点で分割した並列計算の方が早いので、その方法について今回ご説明いたします。まず、並列計算をするために、今回の PC で扱っている PC に何コアあるのかというのを調べることが必要になります。まずサーチでモニターと入れてこちらのモニターを開きます。そうするとシステムが出てきます。でプロセッサーはインテルコアの Core i7 の 4770S って書いてあります。でこの部分を Google で検索してもらえば、何コアかが分かります。Linux ではこの、スレッド数がここに書いてあって、実際には4コア8スレッドなので、かける8というのはこれスレッド数になります。さらに、リソース移動を見ますと CPU もこれも8個あるように見えますが、これはスレッドが8個あるということで CPU としては4つになります。でこれを確認したら、入力ファイルを作ります。SCF の計算のところまで終わらせてください。そして、計算を走らせる前に、一度だけ確認をすることがあります。まず、オープンニューウィンドウでホームを開いて、さらにビューでヒデンファイル、つまり隠された隠しファイルを見れるようにします。そして、ドットバッシュ RC、こちらのファイルですね、こちらのファイルを開きます。そうすると、この Added by Win2kBin というところがあると思います。その中で、Xport の OMPNUMThreads という書いてあるものがあります。場合によってはここが4になっていたりしますが、ここを1にしてください。これは別の OpenMP という並列方法です。こちらに CPU 数に対応する値、今回の場合はここに4としてセーブしておけば、OpenMP の並列がなされます。しかしながら、経点並列する場合には、こちらは不利になりますので、1にします。そして各 CPU に、経点の計算が割り当てられるようにします。そしたらセーブして閉じます。まあ、これも隠しファイル消しとけばいいので、消費電ファイルのチェックを外して隠しファイルを消しておきます。そしてまた、ここ、戻ってきましたけども、 SCF のこのコア、ランの前のスタートランの前の部分になります。で、経点並列するためにはユーティリスの、エディットマシンファイルズというのをチェックします。クリックします。そして一番下の方に、ローカルホストと書かれたこの部分があります。この部分を CPU 数引く1の数だけ記入します。今回は4コアですので、このように、3つ記入します。そしてセーブします。そして LAN SCF に戻り、スタート SCF、ごめんなさい、この前に、オプションのここのパラレルというのにチェックを入れて、スタート SCF サイクルのボタンを押します。でこのようにしてみると、ここに P と -P とついていると思いますけども、こちらにもそうですね。これが、並列計点の並列計算がなされていることです。で先ほどの指定は、同じ、計点のもみ付けで、同じ K の数で各 CPU に計算を割り振るというようなことになります。そして 4CPU なのになぜ3つを指定したかといいますと、1つは全体を統制するために行われるからです。そしてこのようにして指定をするとかなり早く計算を終わらせることができます。この K 点の指定は先ほどの OpenMP のところの隠しファイルでありました。こちらの、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。こちら隠しファイルにあった、こちらの指定とは違って、毎回こちらの、エディットマシンファイルズを押さなければなりません。こちらの場合は、こちらを、CPU の数にしておいて、セーブしておけば、もうずっと、並列がなされますけれども、こちらの経点並列の場合は、各計算、つまり、ディレクトリ、新しいディレクトリ、セッションを作ったとき、新しいセッションを作ったときに、毎回、設定しなければならないという、
煩わしさがあります。それでも計算を早くしたいという場合にはぜひともこちらを使って計算をしていただければと思います。で以上で今回の説明を終わります。